動画をご覧いただきありがとうございます。ここでは私たちが日頃からできる感染症対策をお伝えします。感染症とは病気を起こす小さな生物が人間の体の中に侵入し増えることです。体の中に入っても症状が現れる場合と現れない場合があります。病原体はとても小さく目に見えません。 私たちは、その目に見えない病原体が、どこから、どのように侵入するのかを知り、感染しないように対策を取ることが大切です。では、どういったものが感染の元になって、私たちに移るのでしょうか。私たちの身の回りには、常に、目に見えない多くの微生物、細菌、ウイルス、真菌が存在しています。その中で、 感染症を引き起こす微生物を病原体と言います。その病原体に感染している人や、病原体が付着したドアノブや、食品などが感染源となっています。具体的には、感染者などからの排泄物、応答物、血液、体液など、それらが触れたものや食品などです。では、その感染の元となる感染源は、 私たちの体の中にどのような経路で侵入してくるのでしょうか。まずは、病原体に触って移る接触感染です。触った場所に傷があったり、触った手で口や鼻、目などの粘膜に触れることで、体の中に侵入します。接触感染には、飛び火、破傷風、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどがあります。次に、 飛沫感染です。会話や咳やくしゃみをすると、口から細かいしぶきが飛び散りますが、この細かいしぶきを飛沫と言います。感染した人がこのしぶきを飛ばし、感染していない人が吸い込むことで、体の中に侵入します。飛沫感染には、インフルエンザ、新型コロナウイルス、オタフク風邪、百日咳などがあります。 空気感染は、会話や赤やくしゃみをして飛び散るしぶきが、さらに細かくなって空気中を浮遊し、それを吸い込むことで体の中に侵入します。空気感染には、結核、ハシカなどがあります。蛍光感染は、病原体に汚染された水や食べ物が、口に入ることで、病原体が体の中に侵入します。 蛍光感染には、O157、ノルウイルス、セキュリ、腸チ,チフス、A 型肝炎などがあります。このような感染経路から、私たちの体の中に病原体が侵入し、増殖して、感染します。こちらの絵をご覧ください。人は無意識に顔を触っていますが、 その回数は1時間に平均23回と言われています。そのうち目や鼻、口などの粘膜に触る割合は約44%も占めています。この回数を見て多いと感じましたか少ないと感じましたかでは、どのように感染症を予防すればよいでしょうか感染症対策の基本は手洗いと マスクの着用を含む咳エチケットです。この絵は手洗いをすることでどこまで手についたウイルスを減らせるかを示したものです。手洗いをしていない時に約100万個ついていたウイルスは流水で15秒流すと約1万個に減ります。さらに石鹸で10秒揉み洗いをした後 流水で15秒流すと約数百個になります。そして、それを2回繰り返すことで数個まで減少します。水と石鹸でウイルスは減らせます。手洗いの効果が分かっていただけたでしょうかでは、手洗いはどのようなタイミングで行ったら良いでしょう公共の場所から帰った時、咳やくしゃみ、 鼻を噛んだとき、ご飯を食べる前後、病気の人のケアをしたとき、外にあるものを触ったときです。これは、正しい手の洗い方です。今では、外出先の手洗い場にも、このような絵が貼られているようになりましたね。手を洗った後の、洗い残しの多い部分はこちらです。指先や爪と皮膚の間。 甘皮の部分。手のひらのしは、親指の付け根と膨らみ。手首。これらが洗い残しの多い部分と言われているため、手洗いの際には意識してみましょう。そして、手洗い後の行動をチェックしてみましょう。綺麗になった手で、水をどうやって止めていますか 手洗い前の水道のレバーは汚染されているので直接触らないように操作しましょう。濡れた手のままで髪の毛やドアノブを触っていませんか濡れた手を介してウイルスなどが運ばれないようにハンカチ等で手を拭いて乾燥させましょう。アルコール消毒液節約のために半押ししながら使っていませんか 少量だと効果が薄れるのでワンプッシュ手によくすり込み乾燥させましょうアルコール消毒の仕方も手洗いの手順と同じです手洗いやアルコール消毒の後はしっかり手を乾燥させることがポイントです最後まで動画をご覧いただきありがとうございましたどの感染症においても正しい知識を身につけ 日々の感染症対策に活かしていただきたいと思います。